すごいでしょ。あ、開いてなかった、あ、開いてなかった。96だよね、朝一。これでギリギリ出る台がいいな、かの話。ちょっと隣の館長が、ちょっとメガネ曇っちゃった。今週も始まりました、ウイチとヒカルの面白いテレビダンス。わかりますか今の。あ、それがさっき言った月の親、月の親遠京さん知ってます？全然知らない。あ、やっぱ知らないですね。やっぱ知ってます。松本さんは知ってるんです。ヨッシーも知らなかったというね。知らないよね、この辺の世代間ギャップと言いますか。東京は府中市でございます。府中駅目の前の金馬車府中店さんにお邪魔しております。後半戦でございます。都内でも屈指のパワースポットですね、はい、これ。そうですね、セミが鳴いておりますけれどもね。いや、木が太いもの。というわけでね、前半戦番長、はい、打っておりますけれども、まあまあ遊べてるという感じですか、お互い。ジャグラーの危機を僕が番長で救った感じですね。改造までしてね来たんですけど、ね、嘘。ケツポケが、うん、俺も知らなかったんですけど、うん、斜めにね、うん、あ、なってますね、縫い付けてあったんですよ、はいはいはい、ここが縫ってあったの、はいはい、あー小さいですね、はい、入らなくて、で頭に来て切ってきたんですよ。え、これ新しいズボンだよね。新品です。え、なんでこんな汚いの。ダメージってやつ、これほらどう考えても汚い人じゃん、もうこれ。え、違う。あ、でもまあそうですね。そうだよね、ほら、家帰ってパッて出して、うん、汚いなとは思いました。汚いなって思ったよね。というわけでございまして、後半戦スタートです。もう今106ゲームなんですけど、ゾーンも終わったんで、あとは200のゾーン流してダメならちょっと放浪してもいいかななんて思います。番長はもう最初の2回ぐらいのボーナスが勝負です。そこで何も引っかからなかったらもうダメなんです。設定云々関係なくね。後ろの台がさ、通常時からラッシュ入ってたからあっちだったって思ったんだけど、なんか記憶の片隅にいた人と違う人になってるよ。通常時から入ってもやっぱ捨てるんだね。17かな。また数え間違えてるってこと。勝つか。なんでこんなになるの。もうわからない、やっぱりわからない。金塊掘り当て大金持ちで結構当たるんじゃないですか。うん、逆逆、金塊の後濡れ幕。濡れ幕なんだ。濡れ枕、そう、そのパターン。濡れ幕カンバーガー。そう、濡れ幕カンバーガー。もう何言ってるか分かんないけど、そういうことなのよ。光りました。そう、おちゃん、ノットおちゃん。あれ今しゃもじじゃなかった？違うか。違う。あ、あれさっきのおしゃもじじゃなかったですか？だってヨネスケ出た。ヨネスケ。ヨネスケ出た。しゃもじ。なんか出たんじゃない？これ勝つと思うんですよ。あれ？燃えたよね。
今燃えてベルだったんですけど、ダメなんですかあれ。シャンモジが出たんですよ。いや出たんじゃないかなと思った。あれよく来んなそれ。あーやっぱ分かんない、全然分かんない。あるよこれ弁当。次もう一回もう来たー。お弁当、お弁当です、お弁当。あれ、あ揃うかな。あれれれれ、これ当たりますよね。よし、完全なるお弁当会場です。これだから燃えたら青七ですよ。ほら、ただねこの青七がね、私また全く活かしきれないんですよね、過去の経験上。やっぱでも違うな、ここもカオルさん、これカオルさんよ、カオルさんだよ。さっきカオル先生で叩いたらミサオが始まったんです。それタイミングの問題です。おーダメだ、100台のゾーンもなんかいつの間にか終わってるんですけど、ちょっと様子を。説明はできるんですけど、まあ、あえてしないですけどね、まあ、チェリーの時は3つ狙ってくださいっていう。今日でもね普段より全然いい感じなんで、下手したらこれ突き刺さりますよ。あると思うんだよね。我慢できてるからボーナスちょこちょこ引いて、ほら、あこれで特訓か。よしよしよし、我慢我慢我慢。あやっぱ今日いいよ。俺の歴史、これ一応全長入ってます。いわゆる特訓みたいなやつです。この人ラオウのネパロディね、これがいわゆる特訓ですね、精進モードで。特訓が男気が入魂されるごとにオーラがね
青から黄色になるんですこれね。あれ黄色になってるでしょ。で黄色の後緑で赤になるんですけど、あこれ赤まで行きますね。ほらよいしょ、下しかもシロちゃんがいる。なんだろう、シロちゃんって毎回いんのかな赤の時。目が光りました。なんで白がいいんだろう。一致団結ゆえに好機。ほらやっぱりね。はい、ここで発展だ。で怠慢なんとかこれに行きます。でこれでキャラを選ぶんですけど、こいつだったら何々がいいとか悪いとかいろいろあるんですよね。まあ法則がね。これ弱いです確か。期待度2ですね。あ先制攻撃しましたよ。おい、お2連続攻撃しましたよ。これありますね。全然あります、全然あります、あります、ありますよ。この後はい、ない、ない。まあね、でもあの煽り方は悪くはないですよ。あえて上から言わせてもらいますと、煽り方は悪くないです。さあここら辺をアップで撮ってください。今から惨劇が起こりますんで、このシロちゃんがどうなるのかお願いしますよ。うわっ、スローでどうぞ。ね、すごいでしょ。俺あれ好きだな。あ、見ました。今カエル柄、カエル柄のタイトルで、ここ夜行ったら一番チャンスです。一番上のステージでございます。これ拍手の演出だったらチャンス。あ、糸電話はまあそこそこバリバリ。おお、4軒目来ましたね。うわ、何ボーナスか。うわ、何かが起こるんですよ。ちょっと忘れちゃいましたけど、ここで始まるはずです。そうベルが揃うと戦いなんですけど、ベルが揃うまでの間パワーを貯めていくんですね、主にリプレイで。これでオーラで1個溜まったでしょ。ダメ、次ベルが必ず揃っちゃうんですね。リーリーベイだから。でこれで戦い。お、はい、あーダメ。でこれパワーはまたゼロから始まるんですよ。それがベル4回引くまで続くっていう。これベル1回なんでもうパワーゼロなんでダメなんですね。ああダメ、うわ全然ダメ、話になんないです。何なんだよこれ、4連続ベルで終わり。格言がこれだと次回なんかチャンスみたいな。これで終わりなんですよ。これで終わり。あの百節なんとかボーナスはね。
いつもよりちょっとマシ。よし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 。さあここで7揃え、まだパンダ1回も出してないですね。当たりです。ひょっとこ8号は当たりなんです。はい、実はひょっとこの正体はこの人だったっていうね。あ、熱血ボーナスです。あの7揃いの7揃いでございます。もうあんまオーバーリアクションしないですよ今日は。周りにお客さんねいっぱいいらっしゃいますんでね。からかこれがね、なんかねこう子役引いて閉まれば何か起こるんですよ。おっとびっくりマーク。ああ中リール何もしてないです。これ閉まるんじゃないですか。ちょっと全然閉まんない。ごめん、全然閉まんない。あら、ダメだ。で、順押しで7を狙っておはえも、そういうことでございます。で、熱血ボーナス中に7が揃ったら1ゲーム連チャンってこと。おー、いきなり子役ヨアチェリーで、この熱血ボーナスが確か小冊子に書いてあったのは37ゲーム以内に終わったら、終わることができれば1次連確定みたいな、そんなんです。要はベルが17回揃うまでこの熱血ボーナスは続くんですね。ジャック揃うとジャックでいった1ゲーム分消えてくれるんです。でいかにジャックをいっぱい揃えて早く終わらせるかっていう、これはカットインですね。これ1の方ではもう全然ダメっぽいです。僕1回も揃ったことないんで。これがラストか。はい、多分合格の期待度がちょっと下がるとかいろいろそんなんだと思います。多分ゾーンは128とかそんなんだと思います。これはダメだ。いつもと全く同じ感じだった。超絶大ピンチ。どうなった？何も起こらなかった。かつてない。あれ開いてる。僕の打ってた真後ろの台ですけど、通常から最低でも2回は板だけ入ってるんですよね。もうこれにかけるしかない。まあいい台でも展開悪かったら全然負けちゃうからねっていうことなのかどうなのか。発展サボテン赤文字ですね。一応まあないですね。あ、繊維チェンジでこれで他のおおおあタイマー
3行きました。よいしょ。お、赤です。これで青文字じゃなかった。セインチェンジ、セインチェンジ、ここでセインチェンジって確定なんじゃないの。よいしょ、よいしょ、アドバス。よし、熱血ボーダス。うわ、終わった。これで終わりです。生涯の応援、これはちょっとチャンス。できるわけですよ。燃えてる燃えてる、キックだ、来た来た。あ、え、カットインです。これチャンス目です。弱いですか。ちょっと弱いですね。チャンス目解除、チャンス目解除。あ、あ、荒行チャレンジでした。お願いします。おい、来た。これ大大大チャンスです。はあ、いや、まだあるんです。このレバーがある。うわ、当たる当たる。よしよしよし。やっとらしい当たりが来た。これゾーン、ゾーンの足しに善意のコインなんで。じゃあ失礼します。本当にやばい。失礼します。ありがとうございました。ベストタイム、日本記録。あー、チャンス目来た。日本記録更新、沖さん日本記録更新です。出しのないチャンス目をお願いいたします。引いたかこれ。あー、外れて、外れた。劇的。これまあ確定ですよね。超劇的。
う引き戻しに。今ナンパ中なんだから、ナンパ中。頑張れ。あー、よし、これラッシュだ、これはラッシュだ。ナイスラッシュ、ナイスラッシュ。ちょっとこれ箱いっちゃったよ、ついに。ポパンダちゃんだ。ああ、そうだよね、やっぱ流れですよ。ソファー座っちゃったっつってね。いや、ただまあ日本記録更新しましたね。誰の？え、俺？あ、俺は更新しました。あの、言わないですけどね、パステストでしょ、パチスロ番組、うん、1時間分ショートショート、ショートショート日本記録、うん、ショートショート親子喧嘩みたいな感じですよね、言っちゃえば。わかりますか、言ってること。それショートショートじゃなくてショートコント、ショートコントですけど。あなたが真剣に打ちすぎてるから、一人の視聴者の人をこうやってジュースをこうやってこうやって置いて帰ったんだよ。だからお地蔵さんかよっつって言ってたよ。こっそり置いてスッてどっか行くって。いつでも声かけてください。そうですよ、本当いいんですよ、いつでも。なんか打ってる最中、僕よく怒って、うわあ、何今の。セミ、あそこに止まったんだけど、あれセミでしょ。止まった、あそこ。痛い。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓と成瀬の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。